山荘のですね、デルタ決戦、山荘、まあ、スタートデルタあるんですけどね、このデルタ決戦におきまして、ね、今ここをですね、Eボルトですね、からこちら側をですね EP ボルトとこういたします。そうするとですね、ここです。 E はですね、これは、線管電圧とこう言います。で、こちら側のですね、これを送電圧と、でデルタ決戦の場合ですね、この線管電圧がそのままこう送電圧になっておりますんでね、E イコール EP とこうなります。それからですね、電流ですね、こちら側を電流 I にしましたね。で、ここですね、これを IP とします。で I をですね、 I を、線電流とこう言います。それから、IP ですね、IP をですね、これを送電流と、はい、それで、I はですね、ルート3倍の IP と、結局その I がですね、こう両方にこう分かれますんでね、半分ではないんですけど 1.7 倍とこういうことになりますね。はい、それではですね、第2のですね、これをちょっとこう解いてみましょうかね、こうですね、はい、この E がですね、 E が200ボルトと、で R が8オームと、 X が6オームとこうなってますね。そうしますとですね、一層ですね、一層分のインピーダンスですね、 Z ですね、はい、これは、R 次乗プラス X 次乗になりますから、はい、8の次乗プラス6の次乗とこうなりますね。それは64プラス36とおりますから、これは100ですね、ルート取りますと10オームとこうなります。はい、そうしますとですね、これちょっとね書き換えてみますと、こうですね、こうなってですね、E がですね、まあ、これ EP も一緒なんですけどね、これがまあ200ボルトで、でこれインピーダンスがですね10オームやと、で、この流れの電流は IP としましたね、そうすると IP はですね、E をですね、Z で割ると、これまあ EP でもいいですよね、こう等しいですからね、EP を Z で割ると、これ等しい、はい、そうするとこれ200をですね10で割るとこうなりますのでね、20アンペアと、IP はですね、非送電流ですね、よってですね一層分のですね、消費電力ですね、消費電力がこれだから、有効ですね、有効電力になります。
スモール PWatt と、スモール P イコールですね、IP 事情の R になりますね。熱になる電流です。で、はい、そうするとこれは20の事情かけ8ですね。400×8、3200W と、こうなります。で、3層分ですね。消費電力ですね。P ですね、キロワット。そうですね、P イコール3倍のスモール P と、こうなりますので、3×3.2、9.6 ですね、キロワットと、こうなります。